尾野正さ氏は、東京都足立区出身、埼玉県春日部市育ちの歌手、ゴルネリスボーカリスト、ボーカルスクール講師、血液型 AB 型、所属事務所は株式会社しぼやテレビジョン、中学時代に高い生域に注目されて、バンド活動を始める。方学コピーバンドでの活動を経て、高校時代からは、ライブハウスを中心に活動、大学時代からは、 ハードロックバンドで活動していた。学歴は、専修大学松戸高等学校卒業、専修大学法学部中退。大学在学中は、社会科教師を目指していた。デビュー当時から4オクターブの音域を持つと言われ、海外の HR、HM 歌手にも遜色ない、クリアかつ突き抜けるような配当ンボイスで話題となる。近年は高音にかかわらず、 中引く音域も活かした歌い方を確立しており、完成点を感じさせない、ミックスボイスで、HR、HM からバラードまで幅広いジャンルで活動している。また、日本テレビ系列のモノマネバトルにおいて、その独特のハイトーンを活かしたモノマネを披露し、レギュラー出演者として定着。2009年にメタルバンドゴルネリスに加入し、HR、HM ボーカリストに返り咲いた。 2010年からは自身の歌手活動と並行してボーカルスクールビッセの主任講師として更新の指導にも当たっている。ボイストレーナーとして指導している AKB48 の中立里、中谷明日香、田辺聖来、内田真由美は自らのブログ等で小野の名前を挙げることがあり、彼女たちからは小野先生と呼ばれている。その他ではテレビ朝日系深夜番組、 お願い。ランキングにて、お笑いコンビフルーツポンチのメンバー村上武氏の歌唱指導や日本テレビ系番組キャラオケ18番等でボーカルトレーナーとしても出演している。音楽編歴は小学校6年の頃に初めて買ったレコードにフィンガー5を挙げており、中学生になるとチャゲアスカを聴いたり、友人からアコースティックギターを教えてもらい、 長渕剛などを弾いていた。高校生の頃に、ラウドニスを聴いたときは衝撃を受けたという。大学生になると、洋楽の HR、HM を聴くようになり、好きなボーカリストとして、デイビッド・カバデル、ロニー・ジェームス・ディオ、クラウス・マインネなどを挙げている。また過去に、自身は、ザ・アルフィーとブリザードに影響を受けたとも語っている。以下はソロでの作品の記述。 ゴルネリスとしての作品はゴルネリスディスコグラフィを参照ありがとうございます。